一周ルーターをかけ終わりましたら水洗いして、水気をすぐ取ります。水気を取らないと型紙を重ねた時に型紙が、水を含んで形が狂ってしまいますので、ね、水を拭いてください。そして型紙の上に乗せて真上から見ます。そして、ガラスのピースの全ての外周から型紙が見えるようにしてください。型紙と重ねてみて、ガラスの方が型紙よりもはみ出しているところがありましたら、そこだけルーターを使ってさらに削り進めます。この部分だけ少し出っ張ってますね。ここだけ削ってみたいと思います。今度はどうでしょうか。これで、ガラスの方が型紙よりも一回り小さくなりました。すべての周から、紙が見えます。これで研磨は終わりです。